YouTube 収録するっていうことで、はい、過去一番酔っ払ってます。ろれつが回らない状況で撮影するのは初めてじゃないですかね。まあそういうことですね。はい、今回ですね、ご質問が来ております。お、ちび店長はどういう経緯でフリークスマーケットに入ったんですか。おお、なんでしょう、真面目な質問っていうか。そう、ツイッターでね、質問等があればみたいな感じで募集したんですよ。はいはい。で、何件か来て、今回これをピックアップしてみました。おお、でもすごくなんか感極まるような質問。感極まる。はいはい。まあ僕ですね、熊本市内にフリークスマーケットっていうシルバーアクセサリーショップができるっていう話を聞きまして、個人的に興奮してたんですよ。はいはい。で、オープンしてすぐ僕来ませんでした。オープン前に覗いてたでしょ、こうやって。オープン前にね、うん、俺にめっちゃ会釈するやつがいて、はい、後々考えたらチビ店長だったんですよ。そうですよ、そうです、そうです。で、オープンした日に確か僕弟と一緒に来て。一人じゃなかったっけ。弟と来ました。弟と来て、なんでオーナーと初めて会った時って弟と一緒に来たんですよ。あ、俺覚えてない。それが初来店の初です。で、僕がその時してた仕事を辞めちゃったんですよね。で、その時にオーナーから、ちょっとお前うち手伝ってみろよって。ああ、そうそう、うん、なんかね、辞めるって話を、うん、ツイッターかなんかで見たんじゃなかったかな、うん、多分そうです。ツイッターで連絡したんですよ。そうです。最初暇だったら手伝わないみたいな感じで声かけたんですよね。うん、それでいつの間にかにズブズブと。そうです、そうです。なんで、まあでもやっぱ自分が思ってる世界とは違いましたよね。こんな地味なことしなきゃいけないんだみたいな。まあそうですね。はい、実際はね、仕事地味ですもんね。地味です。でもすごい。なんでしょう、運命の出会いというか。はい、なんか気持ち悪くなったんで。はい、ということで始めましょう。フリークスマーケットです。フリークスマーケットです。本日はちょっと変わり種を紹介しようと思います。はいはい、今日もガボール、ガボラトリーです。前回フェイスオンバトルアックス、まあかなりの反響でしたね。まあでもあれ幻のアイテムだしさ。そうですね。待った、なんていうのかな、こう言っちゃ悪いけどさ、はい、ガボラトリー入門者とか、一般のお客さんが買うものではないから。ないですね。まあ見たいよね。見たいですね。見たいんですけど、これもう入門者編じゃないですよ。これはね、はいはい、はい、ということで本日変わり種といいますか、ちょっと突出したアイテムをご紹介させていただこうと思います。はい、ガボラトリーザザダイヤモンドラインよりザザラージデビルスカルウィズ CZ ダイヤモンドアイリングのご紹介です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう皆さんありがとうございます。長い商品名ありがとうございます。ありがとうございます。というか、うちでザザラインを取り上げるのもしかしたら YouTube では初めてかもしれません。初めてですね。初めてですね。はい、ここでですね、オーナー誤解がありますよね。何が。オーナーは別にザザライン嫌いなわけではないですよね。え、誰がそんなこと言ってるの。ツイッターの方とか。あのね、ツイッターのやつらね、日本国内では許されないパステルからね。僕が宝石嫌いっていうイメージがあるの。はい、あります、あります。それ今回挽回しとこうと思って、それなんか勝手にインスタグラムとかツイッターで勝手にそういう風にイメージされてるんですよ。それ違いますよね。え、これ俺の話になるけどいい。あ、いいです、いいです。僕ね、はい、一番最初装飾品として自分の心を得たものっていうのはオパールよ。おー、親戚のおばさんがつけてたオパールのリングに惹かれたのかな、一番最初に、小学生のぐらいの時。はい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 。だからね、もともとはアクセサリーとかいう前に石が好きだったの。じゃあシルバーとかの原点になるのが。そう、あのね、うちのお袋だったりとかおばさんとかさ、はい、結構水商売してる人が多くて、うん、その人たちって着飾ったりとかするからさ、うんうんうん、
結構家とかにもさ、指輪だったりとかイヤリングだったりとかが結構ねゴロゴロしてたのね。バブル時代じゃん。だからそう、結構ダイヤだったりとかルビーだったりとか、そのいろんなルースがついてるアクセサリーをおふくろだったりとかおばさんとかがつけてたわけ。うん、はい。でその中で一番最初にわぁ本当に綺麗だなと思ったのがオパールのリングだった記憶がある。オーナーは別にルースが嫌いなわけではないですよね。そう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 、勝手なイメージですね。そうで、うん、フリークスマーケットの実店舗ってさ、はい、もう10年ぐらいになるわけよ。ここ今移転してきてるじゃん、チビ店長が入ってからは7年ぐらいなんだけど、はい、その前に3年ぐらい移転前のお店があるのね。そこではね結構ねルース取り扱ってたよ。この熊本市に来てからも若干取り扱ってましたよね。そう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 。だから僕はもともと石が好きですよ。好きですよね。うん、なのでシルバーアクセサリーにルースが使われたりするやつってめちゃくちゃ好きですもんね。好きです好きです、はい、ただ、はい、僕何が嫌いかというと石を入れればデザインが変わったと思うのが嫌なんですよ。はいはい。あと石の似合わないデザインに無理やり石が入れるのが嫌いだったりとか。そうですよね、うん、まあ2019年モデル、2020年モデル、2021年モデルとやってるようなアクセサリーそう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 。だから石をその中心にして、うん、それをメインにするデザインっていうのはいいんですけど、一番嫌いなのは石を変えたことによって新作って歌うブランドが嫌いなんですよ。大体特定できますねまあ俺も好きだったんですけどね。はい、ということでいいのかなここまで。いいですいいです。でもそれってやっぱ個人の価値観じゃないですか、うん、そうそう。だから俺の個人的な価値観で、たかが石変えただけで新しいデザインとか言うなよって、うんうん、それはそう思いますよ。それとかでイベントするやついるじゃないですか。はい。それが嫌いなの。だからなんか石が嫌いだなっていうイメージがついてるのかもしれないですね。はい、ということで本日はザザラインのですね、ザザラインを紹介するの初めてですよねうんですね、はい、なんかこんなこと言ってから紹介するとと言ってもやっぱこのザザラインのルースの使われ方、すごくいい使われ方をしてると思うのでご紹介させていただきます。というよりもこれベースからしてすごいですね。はい、狂ってますよね。これ狂ってますよね。狂ってますよね。本当東京ですよねそうですよ東京ですよということで、まあ通称デビルラージスカルリングと言われております。はい、ではね、はい、東京が好きなベイビーのためにベイビーのためにご紹介させていただきますね。ラージスカルリングをベースにですね、角が生えて縁が開いてますね。そしてその歯の部分ご覧いただけると思うんですけれども、歯の部分はですね八重歯が伸びております。はい、こちらが途切れた夢に今日も惑わされるリングですめちゃくちゃ面白いですけれども、その通りですね。これですね、ラージスカルがベースなんですけれども、角、これですね、角はガボラトリーのサイのモチーフって皆さんご存知ですかね。かなりレアなモチーフになるんですけれども、そのサイの角の部分が使われております。顎の部分、なんでこんな開いてるのって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、これはラージスカルフルヘッド。フルヘッドの顎の部分、下顎ですね、下顎の部分を使ってわざわざそこにつけられてるわけですよね。そして歯を伸ばしてあります。そして CZ ダイヤモンドですね、片方の目にですね大ぶりな CZ がついております。こちらはですね、金額はちょっと高くなるんですけれども、モアサナイトに変えることもできます。ただ輝きは CZ の方が上ですね。狂ってますよね。あのこれ横から見てごらん、はい、山田邦子みたいでしょ俺ギリギリ山田邦子知ってますよ。これね、はい、なんていうのかな、これは褒め言葉ですよ。こんなに高級なブランドで、はい、こんなに中二病が発症してる商品はないないですね。最高の褒め言葉だと思います。だからね、なんて言えばいいのかな、振り切ってるの。そのね、振り切ってるってさ、
これファッションの中では必要だと思うのよ。はい。だから僕はこれつけれる人はすごいなと思います。これかっこいい、いかつい、はい、あとアンダーグラウンドさそれが兼ね揃ってるリングです。そうですね、なんかもう本当に黒いジャケットにこれだけつけててほしいような感じしませんか。そうですね、で大ぶりなんで2個3個でつけるよりも1つ中指で決めてほしいリングかなと思います。はい、実際に手に取られるとその完成度の高さにびっくりするリングだとは思います。そしてご購入されたお客様に注意点がございます。はい、はい、この角ですよ、この角、はい、普通のアクセサリーでは考えられないこの角、はい、これがね服にねものすごいダメージを与えます。袖口長袖着てるとですね袖破れますよねまあ長袖もそうなんですけど、ちょっとやっぱりちっちゃいお子さんとかいらっしゃったらまずダメだと思いますこれね危ないんですよ。危ない特にねセーター、はい、めっちゃ大敵です。大敵です。気づいたら糸が出てるやつそうそうそうですね。なので着替えをしてるときは外してください。はい、必ず着替える後に付け外しをしてください。はいでも何でしょう、この危なっかしいアクセサリーに憧れるのって何なんでしょうね。例えば先が尖ったアクセサリーに憧れたり、やっぱりスカルでもでっかいやつに憧れたりっていうのはありますよね。うん、飛び抜けて斜め上にかっこいいです。はい、ぜひこのリングをものにされてください。はいはい、ということでフリークスマーケットでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんね今日はね本当にね路列が回らない飲みすぎましたよ。はい、ちょっとねもうね店閉めて2人で寝ます。どっちの腕枕、誰が一緒に寝るって言って